ディア対抗レース決勝レース、サポート賞はワンダードライビング茂手木選手。そしてフロントロー分け合いました2番ネット、グッズプリス大竹選手。さあ3番ネット、同じくワンダードライビング野間選手。今度はカメラ外れないように頑張ってください。さあ4番ネット、新川岸あずき赤川選手。さあ5番ネット、ドライバー小島選手。さあここは、上位5名の選手がまず2周、周回で6周、6周、3周、6周、3周という、判定がつけられます。さあ6番ネット、オーケーウェーブ、望月選手。7番ネット、車牛、石川選手。8番ネット、カンパチ、中本選手。9番ネット、モデルカーズ、宮本選手。そして10番ネット、ピーコ、野本選手。そして11番ネット、ホビージャパン、伊藤選手。さあ、この11名で争われます。人間対抗レース、決勝レース。決勝レースは5分間のレースとなっています。では、コースマーシャル、谷谷さんとご協力をお願いいたします。それではメディア対抗レース、決勝レース、スタートです。よーい。
さあ、モデルカー、合計ルール、3番から15点で6位、そしてワンダードライブして、野田選手は現在4番手の方向。大きな野田選手のマシンは何がなくて、やはり、ゴープルが飛んでしまっています。さあ、じゃあ3分50秒経過。さあ、9番、6番、8番、3番、9番、そして7番、5番、1番、4番、2番、11番。さあ、時間4分経過、残り1分。さあ、5分間経過、残り1分経過。さあ、これでメディア大会で決勝に進出を決めます。